どうも皆さんこんにちは、ほうです。今回は BMNJ でスキージャンプやってみたいと思います。現在はここにいるんですけど、そこから氷の道を滑っていきます。そしてここまで来たらなんと道がなくなってます。ここで大ジャンプします。そして大ジャンプして無事に向こう側まで行けたらいいんですけどね。まあそして向こう側に行ったらこんな感じで数字が書いてます。で、一番ね、遠くまで飛んだ車が優勝ということで、どの車がめちゃくちゃ遠くまで飛んでいくことができるのか試してみたいと思います。ちゃんとジャンプできるのかが心配です。行くぜー、スタート。行くよー。うおー、めちゃくちゃ速い。これは200キロ余裕で超えました。300キロ行くんじゃない。行くぜー。300キロ行ってる。400キロはさすがに行かなかった。余裕でジャンプです。すげえ、めちゃくちゃジャンプしてる。 480m 以上はジャンプできたね。うおお、真っ二つに割れたんだけど。さあ、そして今 900m のところ超えました。おお、 1000m だ。もうなんと 1km も進んでます。なんてことだ、めちゃくちゃ大ジャンプできたね。まあ、そして止まるまでちょっと見てみたいと思います。さあ、ここら辺で止まりそうだね。ということで、今回 1300m 飛びました。めちゃくちゃ飛んだ。すげえ、遥か彼方まで。めちゃくちゃイカツイバンが登場しました。これは初登場です。なんとギャングが乗ってそうなバンですね。めちゃくちゃ魔改造されてるぞ。それではスタート。いくよ。さあ、これはどれぐらいスピード出るのか。おお、200キロ出てる。いくぞ。これも300キロ出そうだね。マジか、300キロ出てる。やばすぎる。さあ、そしてこれも大ジャンプできました。成功です。じゃあ、あとは何メーター飛ぶかが問題。280のところで着地して、あとはどれだけ滑っていくことができるんでしょうか。さあ、抜かせるのかな、最初の車を。1000メーター超えたぞ。お、これもしかして抜かすんじゃない。やった、抜かせたぞ、スーパーカー。ということで、現在 1400m 超えました。すげー。 1600m のゾーンに入った。これなんだと、 1600m 超えたぞ。素晴らしい、まだ動いてる。もうちょっとメーターはバグって120キロとか出てるけどね。それはさすがに出てないと思うけど。なんと 1700m です。タイヤが取れちゃった。ちょっとこれは意外な結果だね。次はこちらの車両に乗っていきたいと思います。これは飛ぶことができるのか。まずそしてパトカー仕様になってるね。素晴らしい、こんなパトカー見たことがない。行くぜー。うわー、やばいー。おー、壊れた。キャタピラ取れちゃった。マジかよ。そして加速、どっちも取れちゃった。なんか23キロしか出てませんってなってるけど、絶対もっと出てると思うよこれは。そしてこっから大ジャンプ、届かない。これは無理です。あ、でも下にもなんか数字書いてるね。うおー、10メーターです。この人多分最下位ですね。さあ、お次はこちらの車だ。めちゃくちゃかっこいい。さあ、それではどうなるんでしょうか。ロケットエンジンまでついてるからね。行くねー。やーべー、すげえ加速だ。400キロ超え、うおー、そんなー、嘘だな、まだロケットエンジンはついてるもんね。ちょっと待って、ずれてるよ、ずれてるよ、ずれたらダメって。ここら辺で落ちて、よしよし、いいぞー、いけー。うわー、バラバラになったけど、まだロケットは生きてる。すごい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 。もう見えない見えない見えない。めちゃくちゃ回転します。素晴らしい、大回転だ。制御不能、どうなってる。あ、もう完全にエンジン壊れたね。あとはどこまで飛んでいくのか。すごいぞ、ベイブレードみたいにめちゃくちゃ回転してるんだけど。さあ、今は、あ、 2000m 超えたね。素晴らしい、 2100m 超えました。うわー、まだ回ってるよ。すごいぞ、どこまで行くつもりだ。さあ、そして 2500m 超えました。そろそろパワーがなくなってきたね。あー、ま、見て、あそこにさ、遥か彼方にゴールが見えるぞ。マジか、あそこまで飛んでいく車あるのかな。ということで 2600m、 すげえ
さあお次はこちらの日本のパトカーで行きたいと思います。行くぞー。それでは300キロ出るんでしょうか。すごいぞ、300キロ出た。よし、大ジャンプ。そしてこっからどこまで飛んでいくことができるのかな。うおー、着地は360メートル。結構いいところ行ってるんじゃない。さあそしてタイヤもぶっ壊れちゃいました。結構残ってるね。これ綺麗な状態だぞ。スーパーカーは抜かせるよね、この感じだと。おーし、余裕、スーパーカー抜かせた。でもここら辺でちょっと落ちてきたね、スピードが。マジかー、 1200m 超えたぐらいか。なんていうことだ。どうやらここまでです。あのギャングのバンすら抜かせなかったぞ。ちょっとそれショック。お次はこちらのレゴ車でやっていきましょう。スタートだー。さあこの車はめちゃくちゃ部品がぶっ壊れるんだけど、その分遠くまでね飛んでいくことができるんじゃないかなと思って、これ結構有利なんじゃない、このステージだと。いけー、よし、なんとかここはいけた。うおー、めっちゃジャンプする。300、400、420、すげえぞ。パトカーやりゃジャンプできたぞ。めちゃくちゃ一気に部品取れていったね。ちょっと待ってくれ、部品ばっかり飛んでいって、僕自身は飛んでいってないね、あんまりでもスーパーカーは余裕で抜かせました。そしてパトカーは抜かせるんじゃない。パトカーより遠くまでジャンプできたんですけど、無理かな。え、嘘でしょ。あ、よかった、パトカーよりはちょっと先に行けたね。あんま変わんないけど部品はどうなったかというと、かなり散らばってるね、広範囲に。嘘だろ、まだ動いてるぞ、この部品。めちゃくちゃ遠くまで行ってるね。なんていうことだ、部品だけで言ったらもう 2600m 超えてるからね。まだ部品が動いてる、すげえただ部品はカウントされませんので、残念ながらレゴの車はこの 1200m と 1300m の間でした。お次はこちらの超でかいダンプトラックでやっていきたいと思います。ダンプはちょっとスピードがね出すぎるので、ここら辺でちょっとブレーキしていかないといけないという、ちょっと特殊なね車です。アクセル出しすぎるとね飛んでいっちゃうんでね。あー、待ってくれ。よし、まっすぐ行ってくれ。少なくともまっすぐジャンプ。あー、もう無理ー、なんてことだー。まさかの、全然飛ばなかったね。嘘だろ。うわー、おお、それでも動いてるぞ。まあ 380m ぐらいかー。かなり壊れたね。お次は世界最大の車で大ジャンプやってみたいと思います。それでは行くよー、スタート。さあ200キロ出てる、めちゃくちゃ速い。さあこれめちゃくちゃ安定して動かせるね。うわー、壊れた。嘘だろ、めっちゃ飛んでいっちゃった。でもよかった、なんとかこっちには行けたね。まあここまで行けたら、あとはどんだけ、あとはこっからねどんだけ滑っていけるかが問題です。おー、意外と滑ってるぞ、これはいいぞ。さあそして、うわー、こんなとこにパトカーいたー。パトカー吹き飛ばしちゃいましたーすげー、パトカーがおもちゃにしか見えないね、この車からしたら。なんと 1700m 超えたー。やったぞ、あのギャングのバンを超えたぞ。そして 1800m 超えました。やったー、 1900m、 ここらへんかまあそれでも 2000m 行きそうだね。ギリギリ 2000m にタッチって感じかな。やったぜー、すげーパトカーの位置をちょっとずらしちゃったけど、なんじゃこの車、なんかわかんないけど昆虫みたいな形してる車だね。さあそれではスタート、行くぜー。こっからめちゃくちゃ加速だぞ。アクセル全開で200キロ超えてる。300キロ出るかな。300キロ出ない。嘘。まあ200キロあったらね、全然ジャンプはできるよね。危ねえ。ギリギリなんだけど。恐ろしいな。さあどうなるんでしょうか。どこまで滑っていけるのか。200キロ出てるぞ。昆虫は頑丈だね。すげえ。バンパン吹き飛ばした。めっちゃ滑っていけるぞ、これ。どこまで行くんだ。さあさっきの巨大な車抜かせるんでしょうか。まだ130キロ出てるからね、これはいけるんじゃないかな。よし、ギャングの番抜かした。 1700m 超えました。そして 1800m で
さあ100キロですよ。まだまだ動いてるからね。素晴らしい。アクセルとか使ってないんだけどね。どいてよ。嘘だろー。おー、めちゃくちゃかっこいい。次はアメリカのパトカーでやっていきたいと思います。いくぜー、パトカー頑張ってくれー。やば、大丈夫かこの感じ。ちょっと待ってくれ。うおー、壁に激突すんぞこのままだと。こっから大ジャンプだー。いくぜー。やり直したとしても無理ー。こんなことってあるのか。マジかよ、ぺしゃんこになっちゃった。あー、ドガーン。 10m すら届いてない可能性が。それではスクールバス登場だ。しかもただのスクールバスじゃなくてロケットエンジンがついたスクールバス。行くぜー、加速ー。素晴らしい、このまま飛んでいってくれ。さあどうなる。うわー、ロケットエンジンついてるタイプだと失敗してしまったんだけど、次はねドラッグレース仕様でやってみたいと思います。これもめちゃくちゃスピード出るんだよね。なので制御が難しいので、でもこれはいけそうな感じだね。おーし、いやー、ちょっと待って、右に行ってた。あーでもなんとかジャンプはできたね。タイヤバグってる、完全に壊れてる。さあそしてどこまで行くんだ。 420m、 すっげー、ぺっちゃんこ。さあそしてこれはどこまで行ってくれるんでしょうか。 1100m 超えてるぞ。さあどこまで行くんだ。あー、これ抜かせなさそうだな。ここら辺でなんかもう終わりそうな雰囲気なんだけど。嘘だろ、 1500m だぞ。1600m、 なんとか超えたあたりでここら辺で終わりだね。マジか、あと少しでバン抜かせそうだったね。お次はこちらの日本のパトカーでジャンプしてみようかな。さあ行くぜ、日本のパトカー第2弾。これは非常に運転しやすいね。さあ300キロ出ますかね。あ、惜しい、300キロは出なかったけど普通にジャンプできた。さあどこまでジャンプできるんだ。おー、あんまジャンプできなかった。 200m ぐらいか。あー、めっちゃバックになってるぞ。タイヤとかはあまり壊れてないので意外といいところまで行ってくれるかもしれない。さあどうなる。でも結構ブレーキかかってるぞ。あー、ぶつかる、なんてことだ。 1000m はなんとか超えた。うー、マジかー、なんかもうちょっとジャンプできそうだった気もするけど。お次はこちらのラジコンカーでやってみましょう。ラジコンならどこまで飛んでいくのか、それはめちゃくちゃ気になるところ。よし、いくぜー。ラジコンはどうなる。100キロ超える。85、あんまりスピードが上がっていかないんだね。マジか、95か。それでもラジコンの中でもめちゃくちゃ速いけどね。100、おお、すげえ、どんどん上がってるぞ。こっから200キロ超えたぞ。めちゃくちゃ速いラジコンだ。え、嘘だろ、嘘、もっと飛んでいくと思ったんだけど。え、まさかの下の方行っちゃったよ。180m のとこで、うそーん、そんなー、爆発しないのはすごいけど。お次はこちらの装甲車で向かいたいと思います。迷彩柄もね冬仕様にしてみました。さあそしてこっから加速だ。あ、めっちゃ速い、すごすぎる。装甲車300キロ余裕で超えてる。これ400キロいくんじゃないか。うわー、いってる、400キロ、すげー。装甲車飛びすぎでしょ。マジか、 440m 飛んだぞ。すんげえ大ジャンプだけど、こっからが問題だよね。どこまで滑っていくことができるのか。50キロしか出てないからね、あんまスピード出てないね。うん、スーパーカーよりは向こうに行けそうだね。 1300m ということでここら辺で止まりそう。 1400m ぐらいだね。おー、なんかめちゃくちゃカスタマイズされた日本の車だね。この魔改造車でやっていきましょう。クローム仕様になってるぞ。めちゃくちゃ車体が反射してる。いくぜ。これは一体どんだけ出るんだ。あれ、ちょっと待って、あんまスピード出ないな。なんかブレーキかかってんのかってぐらい。ああ、壊れたんね、なんか。
そしたら急にスピード出るようになった。おお、嘘だろ、下の段域だと。せっかく魔改造で手入れされた車が一気に壊れちゃいます。ドカーン。おー、なんてことだ、エンジン飛び出しちゃった。それでは最後の大ジャンプはこちらのスーパーカーにやってもらいたいと思います。それではどれだけスピードが出るのか楽しみです。これは速そうだね。うおー、絶対速いでしょこれ。次やべ、もう200キロ超えてる。そして操作もしやすいぞ。300キロ超えました。よーし、すっげー大ジャンプだ。いけ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 、なんてことだ、素晴らしすぎる。ドーン、 480m で着地して、めちゃくちゃボロボロになっております。さあ、そしてどこまで進んでいくのか。100キロは出てるからね。あった、見つけた。真っ二つになった最初のスーパーカーは抜かせるのかな。あー、同じかこれ。いや、負けてる若干負けた。ということで今回の優勝者はこちらの 2600m まで飛ぶことができたこちらの車です。もう残骸で何が何だかわからないけど、このロケットエンジンがついてた車です。さあ、それでは調査隊出動したいと思います。一番向こうまで行ったらどうなるのかね、確かめてみよう。そしてこのレゴの部品もめちゃくちゃ散らばってるね。なんてことだ、ここら辺に広範囲に広がってて、一番遠くに部品が飛んだのはどこなんだろうね。もしかしてゴールまでたどり着いてるのか。 3000m 超えたぞ。そして 3100m、 3200m、 まだ部品が落ちてるからね。ここら辺になるともう部品がなさそうだね。でも 3300m ぐらいまではあったのか。いや、まだある、あった、ここに部品1個あったね。すげえめちゃくちゃ飛んでるね。あ、まだ飛んでるぞ、こっちに部品が。嘘だろ、もう4300超えたぞ。さらに部品が飛んでたりして、もうないでしょさすがに。もうなさそうだね。めっちゃ遠くまで飛んでたね。4キロは飛んでたぞ部品飛びすぎ。スタートがもう霞んできたよ。ゴールがまだまだだぞ。あ、もうここら辺から数字書かれてないぞマジか。そしてそろそろゴール地点にたどり着くんじゃないでしょうか。うおー、見えてきた。ここまで来たぞ。めっちゃ時間かかった。さすがにジャンプしてここまで滑るのは多分無理だね。もうスピードメーターも動かないぐらいだね。さあ、見えてきた。ちゃんとゴールって書かれてる257キロでした。スピード出てるぞ今。よし、ゴール。こうなってるんだ。こっちまで来たけど何もなかったというということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。